どうもポリムスです。久しぶりのね、また動画になるんですが、今回ですね、増収とかね、あとまあ産卵セット組んだりとか、最近の最終結果の報告とかもね、まあ時間ない中ちょっと早めに紹介していこうというふうに思います。なんか最近ちょっとろれつが回らないという事件が起きているんですが、そこはあまり気にしないでいただけると嬉しいですね。はい、まず最初ですね、ここら辺に映ってるあの文文ですね、まあ書いてある通りね、黒かな文、青かな文、青かな文ということで、こちらですね、まあ、いただいた品です。現に言うと送っていただいたものなんですけれども、せめてね名前だけは伏せておきます。まあね、多分向こうもね、まあ、優しい方なので、名前出していいですかって言ったら、いいよって言ってくれるような人だと思うんですが、ね、自分も撮影許可もね、まだ取ってはいないので、まあ、撮影許可というか、多分映すこと自体は悪くないとは思うんですが、まあ、せめてね、名前は伏せておきます。はい。まあ、向こうに何かね、迷惑言ったりしても困りますから、一応ね、現時点では伏せておきましょう。でね、こちらのかな文はですね、私がですね、結構文文系が好きでして、まあ文文屋さんではないんですけども、まあそんな似たようなものですね。最近もね、割と種類を増やしておりまして、今のところだと、増やしてる種類だったら、モルガンサスマタとか、ハリシサスマタ、あとは、まあ、ポリヘムスとか、オーベルチュール、北米オーチャイロ花むぐりとか、あと、日本だったら、青アシナガ花むぐりも増やしてますし、まあ、それこそ、北海道の青カナブンの方も、増やしておりますし、最近だったら、茶色カナブンもやってますね。あと、ラッケリーテナガとかもやってたんですけど、途中で落ちちゃって、ダメになりましたね。はい。ってことでね、まあ、こちらの紹介はね、そんなに、もう、あれですね、言えることがないっていうか、あれなんで、ちょっと次の紹介いきます。こちらがですね、カステルナーツヤなんですけれども、これはまたね、他の動画で紹介しようかなと思います。あと低バッテリーなんですよ今、やばいです。はい、次がこちら、これですね、産卵セットを組んだんですが、姫カブトですね、フローレンシスニセ姫だっけな、なんですが、もうさっきね、確認したら卵産んでましたね。はい。これもですね、まあ、そのうち割り出しすると思うんで、そうなったら紹介しようというふうに思いますね。はい。ちょっとほんと低バッテリーがやばいですね。はい。あと、こいつですね。今時期の定番種ですね。まあ、わかる人とわからない人がいると思うんですが、クスさんですね。まあ、カイコとか、まあ、カイコっていうか、ヤママユですね。ヤママユ系の、蛾でして、非常にね、大型になりますね。こいつはこの間のライトトラップの回収にて、捕獲いたしました。はい。まあね、今時期だったら、基本どこでも取れるんじゃないでしょうかね。どこでもってことはないと思いますけど、結構取れると思います。あと、こういう一人型とかね、そういうやつもね、採集してきました。ちなみに言うと、このケラも取れてますけど。ちょっとね、ほんと低バッテリーがやばいんで、もうそろそろ動画を締めます。あれですね、また他の動画でお会いしましょうとかって言うんですかね、これ。ちょっとなんか自分の言ってることもよくわかんないんですが。はい。まあ、ということでね、こんな大したことないものの紹介で申し訳ないんですが。なんか、これ、せっかく送ってもらったのに大したことないって言ったら失礼かな。まあ、とりあえずこんな感じですね。はい。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録Twitter のフォローよろしくお願いします。あ、そうそう。あと今ね、プレ企画 Twitter の方でやっておりますので、どうぞ気軽に、まあ、応募してみてください。フォロー&リツイートでできますね。では、そういうことでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。